はい、続いての質問は「縄文時代には争いや武器がなかったという話を聞いたことがあります」うん「縄文時代について田中先生のご見解はいかがでしょうか?うん」というご質問です。これについてはね既にね「日本精神の源流」っていう、ね、本を書いてるんですね。それから縄文時代についてかなりあの論文も多いですから、はい、あの読んでいただくまあ難しいから読めないかも。うんあの 時間ががないかもしれませんが私はねこれはね今まで縄文時代っていうのは原始時代でねあのそんなポツポツみんな住んでて何の交流もなかったみたいなことを言うんですそうじゃないんですよ。うん、でそういう記憶はねちゃんと「日本書紀」や「古事記」にちゃんと「日高巫国」っていう名前が出てくるので分かるんですね。うん でこの日高見国っていうのは何かというと日が高く昇るところの国だっていうことに過ぎないんですけどもこれが結構ね北上川が日高見川っていったりするね多賀城が多賀日高多賀の日高国の名前がいろんな日光が日,日光っていうのは何かって日が日の高いと書くと同じように日光って読むんですよ。はい、それから日高国とい結構ろろんなところにあってね 周りの皆さんぜひね探してみると「日高三国全」全部の言葉ではなくても「高、うん」タカとかね、うんひひた「ひだとかね「み高、はい、三」「み三,三川」とかね、うん、そういう何かこう「日高三国」の名前をの断片が残っているのを探されると、うん、今ちょっとねあの今探してるんですけど関東東北ずっと、うん、結構多いんですね。 それから、あの北海道にも日高地方ってある、ね。えー、あれはなんか、あの明治時代になってつけたみたいなこと言うんですけど、やっぱりそれはちゃんと理由があるんですよ。ただ、こうね、あの役人がつけたっていうんじゃないんですよね。だからやはりね、北海道もね、縄文時代があった。だから北海道は決してアイヌじゃないんですあの縄文人がいたんですね。今、どんどん発掘すればね。 縄文遺跡はどんどん出てくるんですから、沖縄もそうですね。沖縄も縄文遺跡はたくさん出てくる。だからこれをね、皆さんあの日本人の源流は縄文時代だって。縄文というのは何かというとちゃんと継承言語なん。ですからあの土器はね素晴らしいんですよ。で土器っていうのはね皆さんが、まあ、それをね使ってあの火を焚くあの料理をする。 そうじゃないんですもう料理がができない土器が出てくるんでその土器が何を表してるかっていうとまあ大体火炎土器というんですけど火炎にしてはねちょっと火をくべるところに火炎土器を置いてもね二重に意味がないんですよね二重で。それは何かってたら水なんですよ。水の動きが縄によって作られるねそこが土器の最初なんでね。 ですから、まあ、それがねあの火炎土器と見えるんですけどあれよく見ると水の流れがね描かれてるで,<ー>でそれが水信仰っていうねこうやっぱり食べるあるいは生きるためには水が必要だということをまたさっき言ったようにそれが自然的存在としてのね神神というか、まあ、神というと語弊がありますけれども祈る対象になるわけね<ー>感謝の対象になるわけです。 まあだからそういう意味でね縄文時期がそして縄文土器がね色と変遷して早期から、ね、あの晩期まであるんですけど大体いいそれにこう沿ってですね文化人口が多くなりまた減っていく。であの日本がねあの温暖あの縄文時代は非常に暖かかった暖かかったんですね。ですからあの 今のいわゆる温帯地方と同じような暖かさがあったからこそ生きられたわけですね、うん、あので,ですからそれがねだんだん寒冷化していくわけ、えー、寒冷化していくとやはり南に移っていくわけね、うん、だから人間っていうのは23度違うと非常に敏感に反応するわけですよね、うん、だからやはりそれでどんどん南下していったのが大和国。うん ももと日高巳国が大和国になっていく過程が縄文から弥生して大和に移っていく過程でもあるわけですそういう歴史があの私が日,日本古代史っていうのを書いてますからぜひ読んでいただくと大体それのスケッチっていう。